皆様おはようございます。音と水の、ね、圧倒的な振動力で皆様をぐいぐいと上昇させる、鳥じゃネオサでございまミラーす。カリはい、でーす。今日もね、たくさんのね、朝トレの参加者ありがとうございます。楽しく朝トレを出ることができました。ありがありがとうとうごござざいいまます。す。はい、この朝トレはですね、スメラ電磁を受けてくださった方、毎日参加できますので、ぜひぜひお越しください。よろしくお願いはい。で、本日の朝トレネオサプチダラトークでございますが、で、今日のテーマはね、今日のテーマは、まあ、富士山ね、日本一の富士山、います。ね、山で言えば富士山、はい、そして湖で言えば琵琶湖、ね、どっちも日本一でございますね。ということはね、まあ、一度は富士山登ってみたいですね。はい、いつまで登るか分かりませんが。で、あとね、琵琶湖、ね、一周してみたいですね。ね、やっぱ日本人っていうところはね。まあそういうところでございまして、大きな目標ってやっぱ人生にいろいろありますよね。で、まあ、いきなり大きな目標にチャレンジしようと思ったら、なかなか腰が重くて、いや、ちょっそうとで待すてね。よって、いきなり富士山の頂上は無理だろうということでね、進まなかったです。山、富士山もですけど、なんかあれですよね。はい。どこだったっけ？チャレンジしたでしょ？白山。白山ですはい。ね。実はね、こう、宇宙人の一番こう関連の高いやつ、白山なんですよ。で、登山なんか私したことがないんですけども、流れが起きてましてね、モノリス周りのことでね、いろんな方と関わってきたら、ね、突然ある方からね、一緒に白山の頂上行きませんかって言われて、本当はすごく自分が行きたかったんだけど、体力もないし、経験もないし、仲間もいないから、これまあ、行きたいんだけど、無理だなって思ってたんですよ。そしたら、ポーンとそういう話がやってきて、まさしく渡りに船ということでね、実は、宇宙船団の方から、白山の頂上に来なさいってね、言われてたんですよ。言われてたんだけど、どうやって行けばいいのって、こう、タイミングとかね、チャンスとか。それが突然、ポーンとやってきたんですよ。で、それでね、行けたんですね。で、白山の頂上に登ろうと思ったら、これ、ね、実は、富士山よりかね、難山とか、難しい山なんですね、登山の。レベルで言えばね、富士山も登ったことないのに白山登るのかっていうふうなね、ことがあったんですが、まあ、そういうところで、まあ、いきなり、まあね、白山も一気には登れないんですね。まあ、ベテランの体力のある方でも、どういうことないんでしょうけど、まあ、私の場合ね、そういう登山の経験がないので、で、そこからやったこと、まあ、いきなりは無理ってことで、スポーツジムに通いました。で、全体の筋力をつけるためにね、脚力とかね。で、それをやりながらも、コツコツと、2ヶ月ぐらい、書きましたかね。まあそういうことをしながら、はい。ね。体力をつけていって、それでね、登山ってね、着てる服がすごくね、大切で、で、これは服装を間違えてしまうと、本当命を落とすようなことが起きるんですね。だから、こう、いわゆるその皮膚は呼吸してるけど、保温してるっていう部分でね。で、結局、登山専門の服ですね。高いんだけど、頑張って揃えました。だからシューズもね、登山、普通の、つっかけやら、スニーカーじゃダメなんですね。で、登山専用の、靴をね、きちんと揃えてって、まあまあ、そういう段階です。でね、今日のお話は、そういうふうに大きな目標に行こうと思ったら、いきなり大きな声、行くぞーって思ったら、なかなか腰が引けて、少し進まないんですね。で、そこで、ね、考え方としてね、振り子の原理ね、いつも振り子の話をとてもさせていただいてますけどね、こう、振り子でこう振れますよね。で、大きな山行こうと思ったらいきなりパーンとこうパワー出したいわけです。でも、いきなりはなりませんよね。車のエンジンでも、いきなりエンジンね、スイッチ入れてすぐ吹かしたら、まあエンジン壊れちゃいます。いきなり100キロは怖いでいすよきなね。り 100キロはね。そうそうそう。だから、まあ車でも暖気運転とかアイドリングとか、徐々に慣らしていきますよね。はい。で、まあそういうことでね、この振りっていうのが大事で、振りをだんだん大きくしていく。波でもね、こう、さざ波から小波にして、中波にして、大波にすると大きな力がこう出るわけですね。ですから、いきなりね、100%完璧を求めない。ね。それよりかも、すぐできること、何も考えなくてもね、頭を空っぽにしてでも、パッとできることっていうことを、こう体を動かしていくんですね。朝トレでもこう今やってますね。体を動かすっていう。振りをつけていく。振動力の振りをつけていくと、そこから次の振動力で、だんだん小波が中波になって、大波になってね、こう、振り子の幅がどんどん大きくなってくるんですね。で、要はね、振動力の勢いをつける。ここ、ポイントなんです。
最初は小さくもう触れていいです。もうできること小さいこと、まず体を動かしてね、細胞を振動させてやるっていうことなんですね。でね、あと振動のためにこう、細胞、最小単位の素粒子っていうのがあるんですけど、こうスピンしてるんですね。で、これがマシン円に回ってると、あまり力は出ないんですよ。意外と。ね。こう、調和が取れてるように見えて。で、ドアのノブでも、丸いノブとレバー式ってありますよね。ね、わかります。レバーの方がこう軽くパンと開きませんか。ね。で、ノブだったらちょっと手が滑ったりとか力が入らないとかありますよね。これ思ってください。レバーって結局ね、楕円なんです。楕円の一番長いところを持つことによって、こう、レバーがね、カッと開いて、大きな力が出て、ドアが開くというふうなね、ことになりますんでね。その、細胞とか素粒子の動き、マシン円ではなくて、ちょっと楕円をイメージしていただいて、それがもう体の中で、パーッと楕円に回っている、楕円に回っているっていうことを意識をしてみましょう。そうすることで、振り子がね、より早くこう大きく振れ出すということですね。こうなりますんでね。で、小さな振りから始めて、それを大きな振りに育てる。ね、成長させて、取り掛かると大きなことがね、できると。だから、完璧ないきなり100%っていうのは、もうね、なかなか大変なので、腰が引きますので、はい、まあ、1%、2%、3%、まあ、10%とか20%とかね、そういうところを、まあ、小さな目標を作って、そこをこう軽く乗り越えられる、自分の体力に応じてね、超えられるように少しずつやって、こう積み重ねていく。ね。で、振り返ってみたら、おお、ここまで来れたじゃんっていうね、風になりますんでね。まずね、やっぱね、こう、直感力をね、これがすごい味方になります。ただね、頭空っぽにすることは悩まない。いきなり大きな今までどうやって登ろうかってね、もう考え込んじゃうんじゃなし、まあ、小さな砂山を作るあたりからね、こう何も考えずにこうやっていくと、だんだんその勢いがついてね、さらに大きな目標に向かっていけますよというね、話。ですからね、完璧を求めない。ね。これがね、成功の秘訣でございますというね、お話でございました。ありがとうごはざい。いました。では今日も軽く明はるい。く楽しく穏やかに過ごしていきましょう。ではワーク、早いワーク、はい。でジャンプジャンプジャンプやっていきはますい。よ。皆様ミュート外していただいてよろしいでしょうか。はい。ではいきます。3、はい、はい、はい。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 
はい、じゃん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 、大きな振り子、大きな振り子、大きな振り子、どんどんね、勢いがついていきます。勢いつけていきましょう。勢いをつけていく。今日皆さん何をやりますか。ね、小さなことから始めましょう。小さな勢いから始めてみましょうね。はい、ということで、ね、本日もオペレーションの方、お仕事の方、ご用事の方、いってらっしゃいませ。ございます。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。